ようこそ皇室ジャパンへ。天皇皇后両陛下は岐阜県で開催される国民文化祭の開会式に出席するため東京駅を出発されました。両陛下は10月14日午前9時半過ぎ東京駅の新幹線ホームで見送りに来た関係者とご挨拶を交わされました。その後新幹線にご乗車され岐阜県に向けて出発されました。岐阜県では午後から両陛下のご出席のもと音楽や美術などの文化祭典である国民文化祭と障害者が作品を制作する全国障害者芸術文化祭の開会式が行われる予定です。明日15日には県が整備した豊かな森林を伝える施設を訪れ県産の木で作られたおもちゃで遊ぶ子どもたちと触れ合われる予定です。その後障害者による美術展覧会で作者と交流され航空宇宙博物館では月面開発をテーマにした企画展をご鑑賞される予定です。愛子さまの単独地方公務が無事に完了したかと思えば今度は両陛下が入れ替わるように岐阜県に入られます。親子揃って本当にお忙しいですね。道中トラブルなどなく無事にご移動いただきたいです。また現地到着後のニュースを楽しみにしております。皇后陛下の晴れやかな笑顔が素敵ですね。お衣装も秋らしい色合いです。敏宮様がご公務から帰られてからはご家族水入らずでお土産話に花が咲いたことでしょう。いつも仲が良い天皇家が日本の象徴であることは誇らしいです。天皇皇后両陛下がご一緒のご公務を見るとなぜかほっとします。特に皇后様の笑顔を見ることができて嬉しいです。秋らしいスーツ姿がよくお似合いです。愛子様の単身初公務の話を詳しく聞かれた天皇皇后両陛下の嬉しそうな様子が目に浮かぶようです。岐阜の皆様も楽しみにしていることでしょう。両陛下お疲れ様です。本当に素敵なお姿です。スケジュールが立て込んでいますね。多くの県民が心待ちにしていることでしょう。どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。とてもお元気そうで爽やかな笑顔の両陛下、敏宮様がたくさんの笑顔に包まれ佐賀でのご公務を立派に終えられほっとされての本日の岐阜ご訪問でしょうか。両陛下のお姿に心が浄化され元気が出ました。非力な一国民ですが令和の天皇家のお幸せと敏宮様の立体視を心から願っております。天皇皇后両陛下が無事に東京駅を出発されたとのことでよかったです。皇后雅子様のベージュのスーツの装いが素敵です。何よりも皇后雅子様のお元気なお姿を拝見できることが嬉しいです。天皇皇后両陛下が岐阜の人々と交流し歓迎されている様子を多くの映像ニュースで知らせてくださることを楽しみにしています。岐阜県で開催される国民文化祭および全国障害者芸術文化祭に出席されることで岐阜県における文化芸術の発展にとってこれ以上ない喜びです。岐阜県は清流の国と言われるように
美しい水と豊かな自然に恵まれた地です。その風土に育まれた芸術文化は多様で奥深い世界です。本日は絶好の日和で、お天気もお二人を祝福しているかのようです。多くの方がご来訪を心待ちにしていることでしょう。道中お気をつけて、関係者の皆様にとっても素晴らしい日となりますようお祈り申し上げます。12日に初めての地方公務を終えた愛子さまに続き、両陛下は国民文化祭と全国障害者芸術文化祭に出席するため岐阜県を訪問なさいます。天皇ご一家が地方を訪問されることが国民にとって喜びになることは間違いありません。岐阜県はお水がおいしいところですね。お天気もよく、気温も程よい時期です。本日新幹線車内から富士山が見えるかもしれません。どうぞ良いご視察の旅を。天皇皇后両陛下の笑顔は最高ですね。スーツも季節に合ったお色で、いつも本当に素敵です。岐阜の皆様も心待ちにされていることでしょう。体調のことを取り沙汰する記事が出ていますが、皇后陛下のこの笑顔で払拭されました。国民は理解していますので、ご一家のお姿を拝見できる機会が増え、秋の訪れとともに私たちの気持ちも静かな喜びにあふれています。皇后陛下の落ち着いた秋色のお召し物がとても素敵です。岐阜の皆様がお待ちかねです。お気をつけていってらっしゃいませ。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。